今日のお題は三つ葉どころだよ。三つ葉どころ、初めて聞いたものだね。一体どういうものなの？それじゃあ説明していくね。三つ葉どころは山の芋か山の芋族の多年草だよ。原産はインドからインドシナ半島だね。名前はあの形からで、あが三つに裂けていることから来ているよ。食べることはできるの？山の芋族であることで、大きくて美味しそうな芋があるんだけど、アルカロイド系の毒を持っているから食べることはできないよ。もし食べたら、嘔吐や手足のしびれ、めまいなどが出てきて、重篤な場合には、痙攣や呼吸困難となってしまうこともあるんだ。食用にも薬用にも利用されていないけど、一応、矢の先に塗って矢毒として使われたりはするそうだね。矢の先に塗ってあるだけでも効果が出てくるくらいの毒なんて、食べたらやばいことになること間違いないね。あなたに少しの雑学を。アリミリ雑学でした。